さあやっていきます。フォート第二ステージです。石壁では大勝だったね。なんじゃこりゃ。あれ、いやめでたい。ちょっと待てよ。さて曹操の脅威は弱まったことだし、よいしょ、僕らで劉備殿に蜀の国を取ってもらおうかね。蜀の国は今劉備殿と同姓の劉将が治めてる。劉備殿はそいつが気になるようでね。蜀を攻めるのは仁義に反すると思っているみたいだ。今は乱世、国を取るのに仁義も大義もないよ。ここを乗り越えなきゃ劉備殿の天下は消えちまう。あっしらがやるしかないね。我らはいよいよ蜀の地を得るための戦いに臨みます。天下三分の最後の一手です。慎重に生徒に攻め上がりましょう。殿は同じ流星の劉将殿を攻めることに抵抗を感じていますが、これは避けられぬ道。我らが奮起して殿の国を勝ち取りましょう。宝刀、あなたの策に全軍を委ねます。あなた自身も面築から生徒の北門へと抜け、生徒の方位をなすとのこと。どうかお気をつけて。よし、お任せあれ。さあ武器なんですけど、どうしよっか。風信城にするか、いや無限城の軽いやな、これでいこう。で真空書か、もしくは排水獄で行ってみてもいいと思う。どう思う？いや待てよ、排水獄じゃないな、排水獄じゃなくてカッタンか、カッタンで行こう。これで行きましょう。ということで、どうしよっか。俺超人倒しに行ったらいいか、さっき。とりあえずね、特にやることもないし、とりあえず超人倒しに行こっか。てれーてってれれーてってれれれーてってってれれれーてってれれー。まあ普段ならホート死ぬとこなんですけど、正当包囲して劉将を、今回のホートは死なないので、なぜなら強いから。趙雲殿と張飛殿は南門を頼むよ。孔忠殿は東門、わしは北門になるかね。はい、まずは超人を、ぶっ飛ばしていきます。おかしな森だね。慎重に進みなさいな。三奪者どもめ、あ、なんか来た。この先へはやらんぞ。今だ、かかれ。あー、なるほどね。俺の攻撃、そういうパターンね。チャージシュート、それか、やりにくいな。楽砲派で足を包囲、趣味の悪い冗談だね。けどね、足はまだ落ちたくないんでね、この坂越えさせてもらうよ。お、そういうのもあるんや。諸君の民は侵略者になど屈さぬ。人者の軍などと聞いて呆れるわ。なるほど、そういうイベントもあるんやね。超えた場合か。あ、これはあれですわ、なんだったっけ、敵のアブム。次は負けない。敵将を打ち取ったよ。これは敵のアブムなんで無視して OK です。あー、こういう未来が見たかったな。今考えたらさ、こういうやつ、こういう、なんていうの、わかる？こういう4とかにもちゃんとイフルートみたいなのがあるけんさ、やっぱイフルートは欲しいよね。俺の攻撃かわせるか。はい、でも排水ゴム欲しいな。排水ゴムがいるかも。
けないよ。しでしょ、打ち取った。さあこれで、あと下ですな、こいつも倒す。こっちか。俺がぶっ飛ばしてやる。はい、今度は負けねえからな。一応打ち取ったよ。ヘイ、次は左。あー、これでも排水獄欲しいな。排水獄あったらこれ一瞬じゃない？めっちゃ強いと思うんだけど、思ってると多かった。俺がぶっ飛ばしてやる。よし来い。いやー強いわこれ、やっぱ強いわ。次これやめて排水獄にしよっか。次のステージ、無双ランブさえ、無双ゲージさえ貯めとけばなんとかなるよ。で、これゴランね。おろおろ、きっとイノシシムシャよの。はい、こいつが奥の未来や。あ、ちょっ、ずるいよ。バケモンすぎやろ。久々に強敵と会えたわ。敵将を打ち取ったよ。バケモンすぎるって。敵将を打ち取ったよ。やべえな。やった、オッケー、で下行こう。大門を開けて味方を引き入れてみようか。こんなことがあっていいのか。いやー、これダメやな、これダメやな、弱いな。オラたちの国から出ていく。で、これでですね、真ん中二人か。お前もこっち来い、お前もこっち来い、お前もこっち来い。よし、ぶっ飛ばす。久々に強敵と会えたわ。敵将を打ち取ったよ。次は負けない。敵将を打ち取ったよ。ああ、マジでやっぱ範囲狭いか。おら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 、その調子だぜ。おら、嘘。はい、終了。ここは聞かねばなるまい。敵将を打ち取ったよ。俺の馬はどこ行った、俺の馬はどこ行った。 OK で、ちょっと待ってよ、これで一旦一旦武器じゃなんじゃ取りに行きたい。外かなこれ。これか。どこや、あともう一個。あれ、行け、一気に片付けてやれ。この戦決めてしまいましょう。とね、もう一個はね、上、あ、待ってよ、下から行った方が近いかも。下から行って、
どこや。こいつとりあえず倒したらいいんか。痛い目に遭いたいか。あ、マジで。いや、マジか。はい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 、OK、久々に強敵と会えたわ。敵を撃ち取ったよ。開いた。開いてですね、ここにもう一個武器があるのと、オラたちの国から出ていけ。でね、寄せ者。あー、これでも結構ガードがきついな。よし、味方をもっと連れてきて脅してやりな。難しい、当たらない。OK、 おい、完成。あとは竜将を叩くだけだよ。大使として刃を交えず下ることはできん。 OK、 開いた。これであと竜将は誰がおるんかな。一人よね。で、あれが多分ね、右翼戦士だと思うのよ。違う。ほら、やっぱこれあれやな。あれ欲しいな。チャージロック、あーも欲しいし。チャージロックも欲しいし、覚醒も欲しいな。おーい。やってくれたの。よし。いやー、そくったかも。いや、いけた、いけた、なんかわからなくていけた。いけたんやけど違うんよ。ちょっと、撃たんとってくれ。お前は、今撃つな。はい。あれ、どこ行った。はい、オーケー、終了。盗賊に攻められ降伏し、不祖伝来の地を失うか。後世の鹿は私を笑うであろう。そんなことないよ。すまない竜将。そんなことないよ、くだんな。しかし私はもう理想に迷ってはおれんのだ。単質復興、この食の地より始めさせていただく。くだんな、くだんな、こっちくだんな。さあ、終了しました。まあ、うん、強い。排水5分欲しい。排水5分つけよう。次排水5分つけて攻撃力上がるけん、多分カッターに近い効果が出るやろ。竜将を倒して食の地を得た。皆の剣や活躍がなければ、私は陣に心を囚われたまま大義を見失い天下をさまようところであった。今や私には豊かな大地がある。葬儀孫悟にも引けは取らん。民のための天下、それを実現する道が徐々に開けてきたな。開けてきたな、よかったな。さあ、ということで、無限城運10、風神城だから重いのいらんのよな。微妙微妙、ダメだ。あとこの大一国の欠物か。天下の癖は欲しいな。さあ、ということでですね、終わります。報道第2ステージ続きやっていきますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。お疲れ様でした。